これ気になれた方がいいでしょう。ブリスポを知ったきっかけはですね、スミレ先輩です。でね、ブリスポを入った経緯はですね、まあやっぱりさ、どっかに所属としてさ、活動する意味といえばね、なんか自分的にはね、やはりなんか同じ考えと目標を持った人たちが集まって、一つのね、大きななんか目標とか夢とかをね、叶えるためになんか一緒に頑張ろうということだと思うんですよ、私は。まあ違うかもしれないんですけど、私はそうだと思います。これはね、私の価値観なんで。それでメンバーさんはね、自分なりのね、目標のために活動頑張ったりして、なんかそれをウーネさんがね、できるだけサポートしてくれるのがやっぱ企業の所属のなんか強いところだと私は思うんですけど、V スポの目標はですね、公式ホームページで確認できると思うんですけど、ゲームに本気で取り込むメンバーが集まって e スポーツの良さを広げていくと書いてあるんですよ。これ結構真面目な話なんですけど、これ自分はね、この文章がかなり好きでして、まあ私を通してね、一人でもゲームに対するなんかポジティブな思考を持つようになって、なんかゲームをね、楽しめるようになってくれたらいいなーという気持ちで応募しました、私は。まあだってさ、引用リツイートで、わー、このクリップ見てモチベが出たとか言われるのめちゃくちゃ嬉しいし、まあそのクリップを載せてる本人はね、ストームポイントで泣いてるんですけどあは泣いたーってなってるんですけど、まあでもね、そう言われるのめっちゃ嬉しいんで。ちなみにね、合格率はね、やばかったらしい。奇跡ですよ。いや本当に受かると思ってなかった。不安でしたよ、正直。私でもなんか他の理由だとしたら、まあ普段ね、 V スポの先輩たちが好きで配信撮ってたのもあったし、まああとこれはね、 V スポが好きな方ならわかる話だと思うんですけど、運営の方々がね、 V スポメンバーのことをなんか大事にしてくれてるんだなっていうのがね、わかりやすいんじゃないですか。なんかそういうところが好きなんですよね、やっぱ V スポって。そこが本当に好きで、実際ね、受かった後デビューまでね、たくさんね、サポートしてもらったし、本当に良かったなと思う。あとグッズとかイベントもね、たくさん出てみたいなと思ってて、私ね、誕生日ね、11月27日なんですけど、いいツナの日ね、今日ね、ちょうどウーネさんから誕生日グッズどうしますとかの連絡が来てて、あ、誕生日グッズとか出せるんだなって一人でテンション上がったりしてました。え、すごいよね。え、こんなもんなんだと思ってめちゃくちゃ嬉しかった。言って大丈夫なの？まあグッズの内容とか言ってないし、 V スポ全員ね、誕生日グッズ出してるんで大丈夫だと思います。まあ何を出したいとかは言ってないからね、一応大丈夫かな。まあ実際ね、 V スポに入ってデビューまでね、たくさんの方に支えてもらえて本当に助かりました。ありがとうございます。あとちなみにツイッターで、オーディションですか、それとも誰かの推薦でしたかっていうね、なんか質問も見たんですけど、なんかそれに答えると、ちゃんとね、私は1時からオーディション受けて合格しました。なんか落ちてもまた応募しますっていう覚悟で応募してました。